裏切り者の虫けらがやっと死んだか。虫けらは虫けらでもこのしつこさはゴキブリだったな。かっこよくしか見えねえよ。バカだ。くっ、動けん。君はまた今度はあの世で少し俺と二人きりの時間を過ごそう。これはカグイ。オビト、お前は当分こっちにいろ。恨ませたオビト、俺は何のために。あいつが何もできないで畑に突っ立ってる、文字通りのカカシみたいになってるのはやっぱり仲がいいんだね。そんなことね。クラってのは二つの世界をつなげる力だ。カカシに会ってくるよ。あの世に行く前にお前がこっちに来ないよう念押ししておこうと思ってよ。ルトにほかげになれっつったんだけどよ。ただそりゃ七代目だ、まだ就任したわけじゃないが、祝いのプレゼントを先にやっとくよ。そもそも他国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだろ。アリンガンのカカシって名を。行くぞみんな。さすがに無傷じゃいられない。封印もしやすくなる。これは人型じゃない。母さんの意志で重美化したんじゃないぞ。シャリンガンのカカシって。これならどうだ。カムイの力を手裏剣に。チャクラを直接抽出できるこの子宮空間こそ母さんの特別領域。世界を救うぞ。お、了解。俺が相手だこの野郎。いや、一緒に攻める。奴は封印を恐れ。早い。母さんは力を得。やはりいい能力だな、オビト。カムイライキン。別空間の中へ逃げるには空間を引っ。耳が本物。カムイ。それはダメだ。女ならバカにしないで。どいつもこいつも見事にバラバラ。俺らも似たようなものだ。だけやってみるさ。